たしました。お時間となりましたので始めさせていただきます。皆さん改めまして明けましておめでとうございます。はい、ありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。それではここからベルーガの不思議な餌の食べ方というイベントを行っていきます。今回はベルーガを担当しています金井がお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速ですが皆さんに一つ質問がございます。今回ベルーガを見るの初めてだよというお客様どれぐらいいらっしゃいますか？お、意外と少ないですね。たくさんのお客様が何度も見ていただいたことがあるようですが、ベルーガたち実は日本では5つの水族館でしか飼育されていない意外と珍しいイルカの仲間です。ですので今回はそんなベルーガについて少し詳しくなっていただこうと思います。ベルーガはロシア語で白いという意味もあり、日本でも別名白イルカとも呼ばれています。ご覧の通り体が真っ白なのが特徴です。さらに北極周辺の寒い海で生息しているため体には分厚い脂肪層がついています。ベルーガたち、今泳いでいるベルーガを見ていただくとお腹がブヨブヨとしているの皆さんお分かりいただけますか？あれは全部脂肪です。とても分厚い脂肪がついているので見た目はずんぐりとしています。またイルカたちの仲間では特徴的な背中にある背びれがないのもベルーガの特徴です。とてもつるっとしていますよね。氷の多い海でも泳ぎやすいためになくなったのではないかと言われています。さあ、そしてこちらの映像は3海面の映像となっています。さあ、今トレーナーがベルーガたちの前に立ってくれていますね。皆さん準備はいいですか？聞こえてますか？3海面準備はいいですか？はい、手を振ってくれています。聞こえているようですね。それでは準備ができたようなのでこちらのガラス面にベルーガたち1頭ずつやってきてもらいましょう。まずはグレーというベルーガが来ます。皆さん呼びますよ。せーの、グレー。はい、やってきてくれました。じゃあグレーもね、皆さん明けましておめでとうございます。はい、上手にご挨拶できたね。はい、おめでとうございます。では上手にご挨拶してくれたグレー、見ていただくと脂肪が分厚いのもお分かりいただけると思います。じゃあ変えてもらいますね。グレー、ありがとう、上手だったよ。はい、グレー上手にご挨拶してくれました。次はナナというベルーガやってきてくれます。呼びますよ、せーの、ナナ。はい、ナナもやってきてくれました。こんにちは。とても口が柔らかいの皆さんお分かりいただけますか？今回のイベントでとても大切な口が柔らかいというところですので皆さんこれもぜひ覚えておいてください。はい、ナナも上手に見せてくれたね。はい、ありがとう。はい、ナナも上手にご挨拶してくれました。最後はニコというベルーがやってきてくれますが、ニコはまだ練習中です。皆さんで読みましょう。せーの、ニコ。さあ、上手に来れるかな。ここだよ、ここだよ、上手。はい、上手でした。帰ってもらいましょう。はい、ニコ頑張ってくれましたね。一発で来てくれました。ニコはとても上手に頑張ってくれました。はい、今上でもニコはたくさん褒めてもらっています。頑張ったねと褒めてもらっていますね。今回この3頭のベルーガが頑張ってくれます。そして今回のイベントはベルーガの不思議な魚の食べ方ということですので、ここからはベルーガたちの食べている魚についてお話ししていきたいと思います。ベルーガたち野生では魚の他にもイカやエビなどさまざまなものを食べていると言われていますが、ここ名古屋港水族館では3種類の餌を与えています。まずはじめこちらです。お魚ですね。
皆さん何か分かりますか？お魚です。サンマ。サンマ違いますね。何でしょう、このイワシ。違いますね。お正月に食べた方多いと思います。お腹にある卵が入っています。ニシン、ちょっと聞こえましたね。そうです、これニシンです。お腹に数の子が入っているのが特徴ですね。今お正月食べる方多いと思います。そしてお次はこちら、少し小ぶりですがスーパーで見ることもできます。何でしょう、これ実はホッケです。はい、ホッケなんです。スーパーで開きになっているサイズよりは少し小さめなんですが、これもホッケなんです。そして最後はこちら、ちょっと見慣れない方多いのではないでしょうか。稚魚はコウナゴとも言いますが、この魚はイカナゴと言います。イカナゴご存知の方いらっしゃいますかね。このイカナゴという魚が少し変わった特性を持っています。天敵から身を守るためにイカナゴは砂に隠れる特性を持っています。ベルガたち砂を見ていますが、イカナゴはこの中に隠れています。ですがベルガたち砂ごと食べるわけにはいきませんので、ベルガならではの食べ方をしてイカナゴを食べます。ぜひ今回はそんな様子をこのイベントで見ていただきたいと思います。それでは実験装置を下ろしてもらいましょう。はい、降りてきました。飼育係の手作りです。はい、手作り感出ていますかね。この中にイカナゴが入っています。先ほどご紹介したイカナゴがたっぷりと入っています。ですが筒までベルーガたち口が届きませんので、ベルーガならではの食べ方でこのイカナゴを食べてくれます。皆さんはここが砂だと思ってご覧ください。それではベルーガやってきてもらいましょう。まずはじめにグレーがやってきてくれるようです。さあ早速やってきてくれました。さあイカナゴが舞い上がって食べていますね。皆さんグレーは何をしていますか？さあ今食べました。食べるときに吸引力。おお、すごい言葉が出てきました。確かに吸引しています。グレーは吸って食べていますね。そして吸う前に何かしています。今です。今何しましたか？口開けた。口開けて何をしましたか？息を吸った。息を吸って食べていますが、その前に息を息を吐いています。そうです、グレーは息を吐いてイカナゴが舞い上がったところを吸って食べています。今吐いていますね。水を吹きかけてイカナゴが舞い上がったところを食べていますね。お分かりいただけますか？今満足したようですね。数本残したまま帰っていきました。次はナナがやってきてくれます。さあグレーがたくさん食べてしまいましたが、ナナも上手に食べれるかな。さあお分かりいただけますか？今ナナは水を吹きかけてますね。水を吹きかけてイカナゴが舞い上がって吸ってます。吸ってますね。もう全部食べたんじゃないかな。もうないよ。ただもうないよ。頑張って拭いてますけど。頑張って拭いてるね。ただもうないよ。ごちそうさまして。グレーがたくさん食べたからね、私の分はどこなんだと一生懸命拭いています。ただもうないから帰っていいよ。一生懸命拭いてます。ちなみに上で水を拭いてもらうと、上で水を拭いてもらいましょう。さあグレー拭いてくれるかな。今カメラ側にやってきてくれたベルーガが水を拭いてくれます。皆さんご注目ください。上で水を拭くと、よいしょ一度に2リットルから3リットルほどの水を拭くことができます。
この上で見ていただく公開トレーニングもありますので、ぜひそちらもご覧ください。ベルガたち口がとても柔らかいので、水を吸ったり吐いたりすることがとても得意だということをお分かりいただけたでしょうか。はい、グレも一生懸命吹いてくれていますね。ベルガたちは野生では砂に向かって水を吹きかけて、中で眠っている生物が驚いて出てきたところを食べていると言われています。ではベルガたちの不思議な食べ方見ていただきたので、またグレーにやってきてもらいましょう。そして皆さん、最初に練習したこのサイン覚えてますか？皆さんでグレーに出してみましょう。それではグレー来てくれるかな。はい、向かってきてくれています。さあ、やってきてくれました。じゃあグレー、ダブルリング挑戦しようかね。頑張れる？よし、じゃあ頑張ろうね。じゃあ皆さんいきますよ、せーの、はい。さあグレーは息を吸ってバブルリングを出してくれます。はい、上手に出してくれました。皆さん素敵な一年にしてください。グレー上手だったよ、ありがとう。はい、上手に見せてくれましたね。それでは皆さんが素敵な一年になりますように、今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、グレー上手でした。以上でこのイベントは終了とさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお楽しみください。